こちらはカッター付き紐収納ケースです。梱包用の紐を収納しておけるケースで、そのまま出しておくとぐちゃっとしてしまう紐をこちらに入れることですっきりさせることができ、さらにミニカッター付きなのでハサミが不要、その場ですぐ紐をカットできる優れものです。新聞紙や段ボールをひとまとめにする作業がすごく手軽になります。ケースはシンプルで丸みのあるデザイン、柄など一切ないホワイトカラーです。上に開いてる穴に紐の先を少し出し蓋を閉じます。紐をカッターに当てて引っ張ります。切れ味も問題なく、切った後も少し先が出るので次も使いやすいです。ハサミを持ってくる必要がないので時短にもなってすごく便利。こちらは缶の飲み口に使えるセリアのスライドカバー。飲んでる途中の缶入りの飲料に蓋ができる便利なグッズです。一度開けてしまうと蓋ができないですが、こちらを使えば一旦蓋できるのでアウトドアやイベントにもぴったり。ただし完全密閉ではありません。この外側の方が缶の縁に沿うような形になっています。早速使ってみます。飲みかけの缶に後ろからカバーを差し込みます。あとは時計回りに回すと蓋できます。飲む時や再び蓋する時も時計回りにスライドします。カバーには小さな爪がついてて指に引っかかりやすいのでスライドしやすいです。よく缶の飲料を買う方にはすごくいいアイテムだと思います。ただ一般的なサイズの缶であれば対応しますが、このような細めの缶だと対応しないので注意。これまでは少し余ったものも1日ぐらいならそのまま保管してしまってましたが、これなら飲み口を衛生的に保てます。一度に飲みきれない時の一時保存用としてすごく便利です。こちらは伸縮するインナーケースです。収納ボックスのサイズに合わせて伸縮できる便利なケース。今回2つ購入しました。2つを離して単体でも仕切りとして使えるから 2way で使うことができます。材質はポリプロピレン。サイズはこちらの通りです。使いたいケースに入れたら幅を調整して使います。ストックがたくさんある石鹸のパウチを収納してみました。ケースにそのまま入れても自立しないパウチもこちらを使えばスリムに収まります。単体でも使ってみます。セリアのハンドル付きソフトライナーケースに入れてみました。このケース、そこにちょうど今回買ったケースが2個分はまるからガタガタ動くことがなく、この組み合わせがすごくおすすめです。両側の隅に今回買ったケースを置き、食品を仕分けてみました。常温保管の食品や調味料はあちこち散らばって毎回探しがちなので、仕分けておくと整えやすくキープもしやすいです。ドラッグストアで大特価だった入浴剤を大量購入、これを仕分けるのにも役立ちました。こちらはセリアの伸縮収納トレー。今回ご紹介のケースと同じ発想の収納グッズです。ここに今回のケースを単体で入れました。さらに
靴下整理カップも活用。この靴下整理カップは靴下以外の収納にもかなり役立つのですごくおすすめです。このようにつなげて使えるからケースや引き出しでもバラバラになりません。こちらはダイソーのエンジェルプレートというキッチングッズです。真ん中が空洞になったドーナツ型のプレート、前から気になってた商品ですが、いろいろ使ってみてすごく簡単に、そして日常でも活用できそうと思ったのでご紹介します。レンジ OK、 冷凍庫も OK なのでレンジ調理にも使えるし、デザート作りにも使えます。サイズは3種類あり、真ん中の大きさのサイズです。まずちらし寿司、ひな祭りの練習がてら作ってみました。先に具を敷き詰めていきます。その上から酢飯、これをひっくり返せば完成です。デザートも簡単にできます。薄くカットしたキウイとスーパーで安かった缶詰、そこに寒天と砂糖を溶かしたお湯を入れたら完成です。最後のレシピがオムハヤシライス。これは日常的にやりたいって思ったささっと一人ご飯にぴったりのレシピ。卵を溶いておきます。これを流し込みレンジで少し加熱、ご飯をのせます。真ん中にレトルトを入れて完成。レトルトだけではちょっと罪悪感があるときに栄養も取れる時短レシピです。ちなみにここで使ってるスプーン、フォークとセットで買ったお気に入りのスプーンです。木目調のデザインがおしゃれ、ちょっとおしゃれなスプーンを使うことで気分も上がります。他にもアイデア次第でいろんなレシピができるので、ぜひ見てみてください。ダイソーから新作のミッフィーマグネットフックが出ています。200円商品です。これまであったのが、こちらの小さいサイズの方ですが、より大きいものが新登場。カラー展開も以前のように豊富です。好みの角度で曲げられ、フックとしても使えるし、マグネットなのでメモや写真を挟む用途としても使えます。裏面には2箇所マグネットがついてます。フックは少し固めですが、右側のみ2箇所曲げられるようになっています。マグネットはそんなに強力ではありません。軽いものを引っ掛けておくのにいいかなと思います。マグネットとして使うのもあり、キッチンで使ってるマスキングシールを挟んでみました。ちなみにこちらは同じく100均の人型のマグネットフック。フックの曲げやすさや安定感はこちらの方があるなと思います。
可愛さで選ぶならミッフィー、実用性で選ぶならこの人型の方かなと思います。セリアでフリーザーバッグの L サイズを購入。6枚入りとあまりコスパは良くないですが、直接文字が書き込めるのが便利、そしてスライダー式が良くて今回こちらを選びました。この L サイズは何かと便利で我が家ではすぐなくなります。冷凍保存も可能です。こちらは白クマの柄、書き込みスペースはこちらです。こちらはペンギン、両方ともサイズ展開は他に M サイズ、S サイズがありました。新しいフリーザーバッグを買うとついそればかり使ってしまうし、全体が把握しづらくなるので、私は買ったらすぐにこちらに収納しています。ここでも大活躍です。フリーザーバッグを立てて収納することで、一目見てすぐ在庫が分かりやすく管理がしやすいです。